フィナンシャルタイムズはイギリスで発行されている経済誌である。紙の色がサーモンピンクであることからピンクアンとも呼ばれる。出版社などを傘下に持つイギリスの複合メディア、企業ピアソンの傘下にあったが、2015年11月30日から日本経済新聞社傘下となった。世界の企業の時価総額をランキングするフィナンシャルタイムズグローバル500を毎年発表している。本社はロンドンにあるが発行部数はイギリス国外の方が多い。ファイナンシャルタイムズとも1888年1月9日、資本家で政治家だったホレイショ・ボトムリーによってロンドンファイナンシャルガイドとして創刊された。1ヶ月余り経った同年2月13日に名を変え、現在のファイナンシャルタイムズとなった。正直な資本家と上品なブローカーのとも謳い文句に4ページの構成で発行されていた。その通り初期の FT はシティの金融関係者が主な読者層だった。同時期、ロンドンでは FT よりわずかに早く1884年、ファイナンシャルニュースという金融情報誌が創刊されていた。ファイナンシャルニュースは斬新かつ大胆な切り口の報道で知られ、これに対抗すべく、FT は正確で信頼性のある投資家のバイブルを掲げ差別化を図った。現在はすっかり定着したサーモンピンクの紙面もこの差別化の一環として導入されたものである。競合関係にあった西田が1945年に合併し、名前には購買者数で先行していた FT が残った。一方で、ファイナンシャルニュースの多彩な執筆陣も加わることとなり、ここで構成は6ページとなった。年を追って読者は増え、かつ多様になり、それにつれて扱うニュースの幅も広がっていった。経済のグローバリゼーションを反映して、世界各国の大都市への記者派遣、駐在を進めていった。1979年、フランクフルトで初の国外版 FT が印刷される。これ以降は、単なるイギリスの新聞にとどまらない国際的な経済誌としての性格を強め、現在は全世界22都市で発行されている。また、イギリス版の他に国際版としてヨーロッパ版、アメリカ版、アジア版の3つの紙面が各地で発行されている。特にヨーロッパユーロ圏では初期からの取材拠点整備の結果、高い情報力とそれに伴う信頼を得ており、欧州連合以下各国の政府機関や企業からも主要な情報源として活用されている。アメリカ版は1997年から発行されているもので、ニューヨーク、シカゴ、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ダラス、アトランタ、オーランドと首都ワシントン DC で印刷されている。年間発行部数は125,104部。2000年にはイギリスの新聞としては初めて国内発行部数と海外発行部数が逆転した。同年からドイツ語版を発行しており、発行部数は9万部。全世界での総発行部数は年間45万部、140カ国に160万人の読者を抱える。2015年11月30日、日本経済新聞社が当初の親会社ピアソンから1600億円で買収。2019年11月12日、2020年1月1日に14年ぶりに編集長が交代し、後任として初の女性を起用する人事を発表した。紙面は大きく分けて2つ。前半は国内、海外の社会や政治関係のニュース、後半は経済関係のニュースを掲載する。やはり後半の経済、金融、企業や市場関連のニュースは特に取り扱いが厚い。一方で、国際報道も広く手掛け、在籍する475人の記者のうち110人は海外駐在である。経済誌であるため、政治的には概ね中道であり、社説などの論調について、左派、右派といった指摘は特に話されない。欧州連合の拡大については、肯定的な見方を示している。ただ、同じ経済誌のカテゴリーでは、グローバル資本主義や新自由主義を積極的に唱えるウォールストリート、ジャーナルに比べて、穏健派と見る向きもある。マーガレット・サッチャー政権時代には、その主要な支持メディアであったが、労働党政権が自由経済を安定的に引き継いでいる近年はむしろ、労働党寄りになってきている。特に最近は、ゴードン・ブラウン首相がひいきであると言われる。FT の親会社であるピアソンは、週刊経済誌、エコノミストの株式も保有していたが、FT と同時期に売却交渉を進め、2015年8月に交渉がまとまって同氏は独立を果たしたフランスの経済誌レゼコーを子会社に置き、ロシアのベドモスチガミと合弁事業を設立している。ロンドン証券取引所の株価指数はフッチー100と呼ばれ、フッチー社によって算出されているが、これはもともと FT とロンドン証券取引所の共同出資によって設立されたものだった。1995年に保有するフッチー株式を手放し、現在フッチーは独立企業となっている。ありがとうございます。